しく見ていますピーナッツキャッチも成功された梶原先生は米粒キャッチもできるのでしょうか、はい、米粒こんなにこれはちっちゃいねもうマシュマロからピーナッツまで行きましたからいやでも前なら見えさえすれば、うん、一番簡単やろ一番簡単っすかだって面積がだって単純に、はい、ちょっとやってみましょう見えさえすればなるほどちょっとじゃあ資料からお願いかじゃあこんな感じでっていうのを一回投げてみる、はい、これねうわー見えんな中がなるほどだから壁が白いから確かに確かにじゃあなんかバックがこう色ついた方がええからなるほどなるほどせんなでもその辺外の方がええかなひょっとしたら今これさ見えへんやろ、はい、もう一回やっちゃうギリギリやな。どの距離？外の方がええんかな。外でやってきます。もっと暗くて避けちゃう。どの辺から見える？いや、うっすらは見えてんねんけど。うん。ちょっと一回やってみようか。これ、端がこれ肉眼で見えんかったら、これ見えてんのかな成功した時に。私、このペロってこう。ペロね。いくよ。投げても大事やから、これ。うん。そうですね。確かに確かに。コメントキャッチ。いきますよ。はい。はいせーの。食った？うん、飲んじゃった。え？食った？うん、今飲んだ。あ、じゃあ次出して。あ、次出たら飲んじゃいました？食ったら、それ出ようって出して。あ、そう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 。俺できるか？あ、そうそう。できる。ない。あ、ごめん。飲んじゃった。で、出してよ。ベロでこう、えってこう。じゃあちっちゃいから、もうコンって行くの。あ、そうかそうか。